って何を連想します？布を売る、木綿でも売るんだろうか。それがこれはね、もともとはね、海の神様だそうでして、ワカメ。あ、ワカメが布か。ワカメが布なんだね。ワカメを売る商売の神様だったそうです。あ、海産物が盛んだったんだね。ちょっとここ見てください。ここがね、はい、信号のとこから向こう橋なんです。これが松尾大橋の新大橋、後からできた橋だから新大橋と言います。あ、松尾大橋の新大橋。でこれから左側に松尾大橋があるんです。あるんですね。でこれが新大橋。あ、分かりました。でそこからね、はい、ずーっとこの辺り河原とか。信号のところがね、はい、ちょうど左に折れると松尾駅行きます。そこからずーっとこの突き当たって今見えてるとこあたりが全部がずーっと河原とかです。あ、なるほどね。だから殿様はね、船で来られる。だいたい船、川が道路になるっていうのは例はいっぱいありますもんね。それもね、そんなに古いことなんないそうですよ。これはね、昭和12年にね、軍隊、陸軍の連隊があったそうです。で、連隊に物資を運ぶために、その船で運ぶようにね、車で運んだ方が早いじゃない、馬車で運んだ方が早い。そこを埋め立てられるという。あ、なる、そういうことですね。